ラジオ。晴れ女が多いみたいで、そうだね、晴れよかったね、空が綺麗です。しかもなんかみんなでさ100室やるからめっちゃ特別感が出てる。晴れ女めっちゃ聞いた時めっちゃ嬉しかった。これを考案してくれたのは、はい、ナイス。じゃあこれからもまだ移動で撮影していくんですけど、一旦ここはジャンプでおさらばね。確かに、してくださいね。よし、お願いします。せーの、はい、波の色なんで。26歳。もう私のことだから絶対ヘマしたりだとか、ダメダメなことたくさんしちゃったり、ほんとやる気なくなっちゃったり、いろいろネガティブなことも起きると思うんですね。多分周りには私のそばにいてくれてる人もいるし、その力を借りてたくさん頑張っていただけたらなと思います。ずっと幸せなら何でもいいです。頑張ってね。なんて言えばいいの、10年後の自分に。元気にしてますか？有名なモデルにはなってますか？まあ、なってなくても、まあ、幸せならいいと思うので、まあ、ネガティブになることもあると思うんですけど、応援しています。待って、なんて言えばいいのか。以上、16歳のゆなでした。バイバーイ。私のことだから、友達と遊ぶのが一番の楽しみになってるのは多分変わらないと思うんで、ちゃんと仕事してたら、まあそれで20まで自分らしく楽しいことを多分見つけて、それに一直線で進んでる気がするので、頑張って25とか6だと思いますが、生きてください。
ください。今はお仕事が忙しくなったり勉強したりとか大変な時は大人の人とか特にお母さんにすごく助けてもらってるので、過去にお世話になったなって思う人にたくさん恩返しをして、一番は仕事を楽しんでください。やめてないよね、うん。頑張れ、バイバイ。10年後の私へ。今の私はネガティブなところが多いけど、10年後の私も多分考えすぎちゃったりそこは変わってないと思います。でも考えることはすごくいいと思うから、そこはネガティブに捉えず自分らしく生きててほしいなって思います。仕事も何やってるか分かんないけど、自分のやりたいことができてれば OK だと思います。あなたの味方いると思います。頑張ってね。10年後、全然想像つかないけど、自分らしくこのポジティブな収蔵魂を忘れずに頑張っててくれたら嬉しいです。あとはいろんなところで幸せになっててほしいなって思います。あとちょっと山手線を一周したいので、ぜひしてください。以上です。やればいいじゃん。はい、10年後の私へ。今16歳の私はすごい将来がすごい不安で、何してるんだろうと思ってるんですけど、私には今夢があるんですけど、その夢は叶ってるかな。叶ってなくてもなんか幸せになってればいいなと思ってて、本当に怖いね。この7人のメンバーともずっと仲良くしてたらいいなと思ってます。頑張れ。後輩ちゃんのみんなへ。ニコモの生活をしている中で、なんでって思うことがたくさんあると思うんですよ。なんで私はこんなにできないんだろうとか、あの子すごい出てるなとか、いろいろななんでって思うことがあるかもしれないんですけど、そういう時は自分の私生活です、プライベートを充実させてみてください。そうすることで、なんでっていう考えとかマイナスな部分が全部消えて、友達ってやっぱり大切なんですよ。だから友達や家族とたくさんお出かけしたり、たくさん自分が楽しいって思える時間を作ると、不思議と仕事もすっごく明るく元気にできるんですね。辛いなって思う時ほど自分の友達や家族を大切にしてみてください。みんな頑張ってね。後輩の皆さん、まだ全然会えてない子とかもいて、すごいお話ししてみたかったな、ちょっと残念なんですけど、でもみんならしく頑張っていってほしいです。自分の個性とか得意なこととかはいっぱい出していった方が自分のためにもなるし、お仕事もどんどん楽しくなっていくので、出していった方がいいです。頑張ってね。バイバーイ。後輩者みんなへ。ニコラって大変なこともいっぱいあると思うんですよ。私は特になんかキャラ立ちっていうのが自分の中で難しくて、どうやったら紙面とかでキャラ立ちっていうのをしてもらえるかなと思った時に、やっぱニコラの撮影現場とかで自分のことをみんなに知ってもらわなくちゃいけないなっていうところだなと思っているので、みんなも撮影現場でみんなと話したり、編集部さんとの話を大切にしてほしいなと思ってます。本当にニコラ卒業まで早いので、一期一会を大切にしてもらいたいなと思います。頑張ってね。後輩まだみんな頑張ってる時ってすごい辛いと思うけど、そこを乗り越えた人がきっとやりたい企画だったり、目標にしてる演メモだったり、生徒会長副会長ピン企画ピン表紙ってやりたいこといっぱいあると思うけど、本当に頑張って頑張って我慢した人が叶えられると思うから、絶対に編集部さんとかみんな見てくれてるから諦めずに頑張ってほしいし、みんな頑張りたいっていう思いは一緒だと思うから、より良い紙面を作るぞっていう同じ気持ちで仲良く楽しく、あっという間だし学生のうちしかできないし、選ばれたみんなだから楽しんでほしいなって思います。はい、と。後輩もの皆さんへ。いろんなことで悩むこととかたくさんあると思うんですけど、自分らしく人それぞれのペースがあるので、マイペースにゆっくり前に進んでいって、良きモデルになって頑張ってください。バイバイ。バイバイ。後輩もの皆さん、なんかたくさん言いたいことあるちょっとたくさん言いたいことあるんですけど、ニコモになったら楽しいこととか
我慢するとうまくいかないなって思ってだから我慢しすぎないで他のニコモの子とか家族とかに相談してあまりストレスためないようにして頑張ったらいいと思います。あとはユナは撮影前におろし飲むんですけどそれ飲んだらめっちゃ気合入るからみんなもぜひ飲んで頑張ってね。いつでも相談待ってます。頑張ってね。バイバーイ。そうですね、みんな言うように悔しいこととかあの子いいなとか思うことたくさんあると思うんですね。でもそこで諦めないでちゃんと自分から編集部さんにどうしたらいいですかとか聞いてみたりだとか、周り見てみると同じ悩みを持っている仲間がいたりだとか、家族のみんなとか周りの力を頼ってからこそのいろいろできてる自分がいるなって思うから、もう頼れるもんは頼ってけっていう感じで頑張ってほしいなって思っております。でも何より一番大切なのはニコモとして楽しむこと、それだけが本当に一番大切なことだから忘れないでください。ニコラを読んで私もみんなのこと応援してるから頑張ってね。応援してます。はーい。以上、ボーイズの皆さん。